ネルダレとゲームチャンネルへようこそ。今回はボムが当たりやすくなる投げる場所の意識です。スプラにおいてメインと言ってもいいぐらい強力なボムですが、投げる場所って意識してるでしょうか？強力だからとにかく投げちゃえってのはありますが、投げ方を間違えるとインクの無駄遣いになるってことはよくありますよね。ということで今回はボムを投げる上で当たりやすくなる場所について次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずボムを当たりやすくする上で押さえておきたいのは、どういった状況が当たりやすいかということです。なんとなく投げていたら巻き添えでキルが取れるということはありますが、これだと状況に左右されてしまいますよね。そこでまずボムが当たりやすくなる環境を挙げたいと思います。足場に敵インクがある、場所が狭い、敵と対面中、ざっくりで言うとこんな感じになるのかなと思います。こういった環境の時にボムが刺されやすいかと思いますね。この共通点っていうのを見ていくと、移動の制限や視界が一時的に悪かったりと、状況がいいとは言えない場面で刺さるように感じます。ということはボムを投げて当てると言っても、この状況が揃っていなければ狙って当てることができなくなるっていうわけですね。またボムが強力で状況が悪くても、敵の足場に届いていないと逃げる余力があれば脅威ではなくなります。この点を考えてみると、いかに相手の足元に置くのかがとても重要なことに気づくかと思います。相手の足元であれば逃げる判断が遅れるだけでダメージを与えれますからね。うまくいけばキルも取れます。特に対面中のところに転がすのは処理することが多いので、避けることは難しくなります。こういった隙をついていくのがボムの強いところだと思いますね。それでは相手の足元にしっかりとボムを投げるために意識したいことを次から紹介していきたいと思います。まず最初に意識したいのは、敵陣地に投げるということです。とにかく相手にボムを届けるのが大事です。これは具体的にマップを見ながら判断した方がいいのかなと思いますが、こういった場面、どこに投げるのが有効でしょうか？多分ここになるっていう回答になると思いますね。ここに投げる理由っていうのを考えてみた時ですが、敵がいて、かつ下げることができるっていうのが大事になってきます。逆にこの辺りに投げてしまうと、ちょっとだけ下がってしまえば相手は影響がありませんので、脅威ではなくなるんですよね。ゴムポイ戦法などよくありますが、こういったポジションを意識しているかどうかで大きな差が出てきます。ボムをポジションに投げると刺さりやすいっていうのは、そこにいる敵に直接投げているため敵からしたら脅威になるっていうのが理由です。これが意識して投げれているかどうかで大きく変わってくるんですよね。また敵陣に投げた上でメリットもあります。それは敵の足場が少なくなるという点です。足場が減るということは、爆風だけでなく足場のスリップダメージの影響も受けやすくなります。この状態でさらにボムが飛んでくるようであれば、回復をする暇や逃げ場の確保が難しくなるため、ですがしやすくなるという状況になります。キルが取れるっていうのが一番の理想ではありますが、敵陣に投げ込んで押し込むことで恩恵も受けれますので、しっかり意識してみましょう。ただこの敵陣に投げる時というのは、攻めに転じる際などに有効なので、均衡状態の時に意識しておくといい方法かと思います。続いてボムの投げる場所に関しては、防衛視点で話していきたいと思います。防衛の時というのは、中央の進路に対して投げておくのが一番最適な場所となります。というのも、防衛時というのは敵をいかに自陣側に侵入させないかが重要になります。その侵入の起点となる中央の進路を封鎖するために、ボムを投げておくことはとても大事なことになります。中央が取られなければ防衛をする上でとても楽になりますからね。また防衛の時に中央の進路を押さえておくと、防衛の層を増すことにつながります。これは具体的にマップを見てもらうといいのですが、自陣に侵入する段階はこんな感じになっているかと思います。段階を踏んで徐々にゴールを狙ってくるというわけですね。この危険な状況の原因を叩くとしたら、どこを潰すといいでしょうか？ここになりますよね。
ということは、ここを狙ってボムを置いておくだけで、相手は攻めのタイミングが遅れるということが起きます。仮にゴリ押ししてきたとしても、爆風を受けて倒しやすくなったりしています。意外と先手が打てる状況なんですよね。また、ボムを使う上でインク枯渇という問題が必ず発生します。投げるテンポにも限界があるんですよね。これを解消する上でも防衛箇所が複数あるだけで、一つ目を突破されたとしても2番目で止めることが可能だったりします。ですが逆に2番目にボムを投げる意識をしているとワンミスで逆転されるんですよね。投げる場所で自分で自分の首を絞めているっていうのがわかるかと思います。このリスクを防ぎつつボムで防衛をこなすとなった場合、防衛箇所の層が多くなるように投げる場所を選ぶのは重要です。そのため中央の進路を狙うというわけですね。また防衛をするときですが、中央を取っているチームが防衛列が成功しやすくなります。ボム落ちの武器の場合、この意識があるだけで変わってきますので、ぜひ意識してみてください。最後にですが、ボムを投げる上で押さえておきたいところがあります。それはイカ状態で投げる角度を変えるということです。ボムを投げる状況というと、その場に居続けて相手が引くまで投げるというのがありますが、あまり得策ではないということがあります。というのも、その場から投げるというところでデメリットがあるからなんですよね。まず、敵に位置がバレるため対策が練りやすいというのがあります。続いて、ボムを投げれる場所が単調になるというところですね。で最後、脅威になる場所が少ないという点が挙げられます。ボムを投げること自体は強力なんですが、その投げ方が単調になり、かつ見られているとなると対策を練られるんですよね。場合によってはスペシャルで一気に潰されるということも考えられます。ですが、ボムを投げながらいろんな角度を使った場合、敵はどこからボムが来るかわからなくなります。異界道をうまく使えばより見つけるのは困難になりますね。まあ爆風に紛れたり壁裏を使ったりというところです。また同じ場所よりも複数の場所にボムを投げて相手の足場を効率よく奪えれば、攻撃のタイミングっていうものを作れます。押し込めれば自然と味方との連携も取りやすくなります。その点を考えると、同じ場所で投げるよりも異界道しながらいろんな角度に投げるっていうことはとても有利に働きます。ただ異界道は無理にしなくてもいいんですが、角度を意識して投げるようにするっていうのは大事ですね。またこういった動きをするときはインク枯渇が必ず起きます。なので壁裏などで敵の攻撃を退ける場所を定期的に挟みつつ、敵の場所の特定と攻撃を両立するようにしてみましょう。はい、ということで今回はここまでとなります。ボムが当たりやすくなる投げる場所の意識はいかがでしたでしょうか。ボムを投げるのって楽しいんですよね。サブにスポボムがついてたらついつい投げてしまいます。ですが適当に投げすぎるとインク枯渇の原因になりますし、状況次第では辛い場面っていうのを作ってしまいます。強力な攻撃手段ではありますが、なるべく効果的な使い方ができるように大事なことは意識していきたいですね。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。